お次に演奏しますのは、日本の方が作られた花笛になります。最近こう日本の方でも作る方がいらっしゃったりしまして、その方から購入させていただいた、その方が、そういう方が作られた笛なんですけれども、これは以前の方にお住まいの方が作られた、柿で作られた、柿の木で作られた笛なんですけれども、笛で、はい、今の大河ドラマ、平清盛の今用の方、平清盛の伊勢の中心だという話もあるので、この伊勢の花笛で演奏したいと思います。